陸上自衛隊ひとまる式戦車は、一度ロックオンすると、どんな悪路でも乗り越え、ターゲットを狙い撃つという、素晴らしい、恐ろしい性能を持っている、戦車と言います。この性能ゆえに、世界から望まれているらしいのですが、日本国憲法上、兵器の輸出は禁止されています。今回は、そんな高性能なひとまる式戦車について見ていきたいと思います。それにしても、こんな戦車が陸自にあるということを一般国民は知っているんでしょうか。それも気になるところです。陸上自衛隊の第 3.5 世代、第4世代とも、主力戦車ひとまる式戦車は、国産戦車としては、4代目にあたります。それまでの第3世代主力戦車旧丸式戦車と比べると、戦闘力の総合化が図られ、火力、機動力、防護力も、それぞれ向上した上に小型化、軽量化されているという、日本の国土防衛に適した戦車と言われます。日本本土防衛のために最適な能力を有する戦車、旧丸式戦車を将来にわたって長く保有するためには、目まぐるしく変化する戦闘の様態に対応できる機能や性能を持っている後継戦車の開発が必要です。第一次世界大戦とウクライナ戦争の差を見れば、戦闘のありさまが全く別物になっていることが痛感できると思います。旧丸式戦車の後継として新たに導入する戦車の条件は C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷特化力、防護力、機動力の向上、そして全国的な配備と戦略機動のための小型&軽量化が要求されていました。この C4I システムは正式にはコマンド、コントロール、コミュニケーションズ、コムピュタールス、アンド、インテリジェンス、指揮、統制、通信、コンピュータ、情報ネットワークシステムです。ひとまる式戦車ネットワーク、10NW と呼ばれるシステムは、個々の戦車内部だけではなく、小隊や中隊単位のひとまる式戦車同士が、お互いに情報を共有し、伝達が可能です。例えば、指揮官車の指示を、全隊員が確認可能なモニターで共有するとか、車両間でリアルタイムで射撃データを共有したり、個々の車の燃料残量や被害などを把握することも可能になっているのです。陸自だけでなく、海自や空自とのデータ共有なども可能と考えられていますから、自衛隊員の間では走るコンピュータなどとも呼ばれているということです。言うまでもなく、この C41 システムが、ひとまる式戦車最大のポイントであり、なんと、陸上自衛隊戦車に、初めて搭載されたものなのです。さて、旧丸式戦車の後継車については、2002年度、平成14年度から、防衛省技術研究本部、現防衛装備庁と、三菱重工業が、開発を進め、6年後の2008年に、試作車両が公開され、主なデータなどが明らかにされました。その後2010年6月14日には、静岡県駿東郡小山町の陸上自衛隊富士学校、富士駐屯地といった方がわかりやすいでしょうで、ひとまる式戦車試作車両として報道関係者に公開されました。先輩である旧丸式戦車と並走する姿が公開されました。さらに、同年7月11日に、富士学校、富士駐屯地開設56周年記念行事が開催されましたが、その席で、初めて、一般向けに、2両の試作車による、走行展示を行い、2010年度から、陸自での調達が開始されたのです。ここで、ひとまる式戦車のデータを紹介しましょう。全長 9.42 メートル、全幅 3.24 メートル、全高 2.30 メートル、
船尾重量約44トン、乗員3名とされます。90式戦車よりは、一回り小さく、74式戦車よりは、やや大きいということです。これまで、日本も、独自に戦車を開発してきました。そうした戦車のうち、90式戦車は、アメリカと旧ソ連による、東西冷戦の影響を受けて、主として、平地の広い北海道での使用を見込んでいました。旧ソ連が攻め込んでくるとすれば、一番近い北海道を狙うはずだというのが、当時の共通認識だったようですね。旧ソ連、現ロシアも、は、軍事拡大に力を注ぎ、結果として、重厚長大な兵器を作り上げました。125mm 砲という大口径の武器を搭載している旧ソ連製 T-80 戦車などが良い例です。つまり、そういったでかい戦車に対抗するために、こちらも大型化せざるを得なかったのです。当然重量も増加し、約50トンの重さになりました。ビッグサイズの90式戦車は、日本国内の橋梁や路面の許容重量基準に照らすと、北海道以外では、平時の配備と運用が難しいと判断されたのです。北海道のような広大な平原は、本州などにもありませんからね。あったとしても、敵がそこに攻めてくるとは限らないわけですから。90式戦車のこういった貸しに懲りたのか、100式戦車の開発においては、本州、四国、九州など、全国的な配備運用に適した能力と、砲塔を乗せたままで、トレーラー輸送ができるようにするなど、戦略上の機動性向上が求められることになりました。結果として、全備重量で、90式戦車より、約6トンも軽い、約44トンの100式戦車が完成したというわけです。74式戦車を陸送する際、トランスポーターで輸送するには、73式特大型セミトレーラーを使えば、車体に砲塔を搭載したまま輸送できるそうです。しかし、90式戦車の場合、最大積載量50トンの特大型運搬車であれば、砲塔と車体が一体のままで輸送できますが、最大積載量が小さい73式特大型セミトレーラーでは、車体から砲塔を分離して下ろし、別々に輸送しなければならなかったのです。これでは、いざという時対応が遅れることは言うまでもありませんね。しかし、100式戦車は、全備重量が約44トンですから、約4トン分の装甲などの装備を取り外せば、砲塔を車体に搭載したまま、73式特大型セミトレーラーで運搬できるようになったのです。さらに、近年は、全国的に、道路交通網が整備され、かつて、61式戦車が開発された頃に比べると、道路が発展するのに反比例するように、鉄道が衰退し始めています。地方ローカル線は、廃線が進み、もはや輸送網として機能しなくなっていると考えた方がいいでしょう。利用客の減少や自然災害などで、鉄道が被害を受けると、鉄道会社は、これをきっかけに、廃線の方に、すぐ舵を切りますからね。公共交通網という大前提を無視してはいけないのではないかと思うのですが、こういった鉄道網の衰退を考慮した結果、陸上自衛隊では、74式戦車の開発以降、戦車の鉄道輸送を事実上断念しています。90式戦車を輸送する場合は、専用のトランスポーターで輸送をしようとすると、道路の許容重量によって走行できるルートが限られてしまう可能性が大きいのです。かといって舗装道路を長距離自走させた場合、キャタピラーや足回りなどで路面舗装を傷つける可能性が指摘されていました。
しかし、ヒトマル式戦車は、同時代に開発された世界の第 3.5 世代主力戦車の中でも、小型の40トン級車両にすることで、舗装道路を自走する際の車体と、路面へのダメージ低減にも成功したのでした。ここで、日本全国の主要国道にかかる橋梁、約19700箇所の戦車橋梁通過率を紹介しましょう。重量約50トンの90式戦車は約 65%、55トンから60トン以上の海外の主力戦車は約 40% 以下と見られますが、ヒトマル式戦車は 84% の橋梁を渡れるので、日本の国土で運用するには、最適な戦車と評価されています。軽量のヒトマル式戦車に搭載されているエンジンは、1200PS、2300RPM を発揮する三菱 8VA34WTK で、このエンジンは、61式戦車以来の水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼルエンジンです。出力重量比が約 27PST で、90式の約 30PST と比較すると、少し低いとされますが、出力 1500PS 重量55トンの戦車とほぼ同じレベルなのです。この高性能なディーゼルエンジンによって、ヒトマル式戦車は、最高速度 70km/h に達しますが、変速比を、常に、最適に、制御可能な油圧機械式無段階自動変速走行機を採用しているため、更新速度においても、最高速度 70km が発揮できますし、さらに、変速走行機によって、90式戦車半分の半径で旋回可能とされ、動力装置の高効率、高応答化と小型、軽量化が実現されたことによって、機動性は大きく向上したのです。ヒトマル式戦車手法には、従来までの44口径 120mm 滑空砲より、重さが 13% 軽くなった高高圧砲身の44口径 120mm 滑空砲が搭載されています。将来的には、必要に応じて、欧米の第 3.5 世代主力戦車の手法である、55口径 120mm 滑空砲へ、換装が可能なように設計されているそうです。また、弾薬の互換性を保持するため、手法の一部に、西側諸国で、共通のラインメタル射程 120mm L44 滑空砲と共通設計がされていて、90式戦車用の砲弾は言うまでもなく、NATO、北大西洋条約機構軍の弾も使用できると見られています。ヒトマル式戦車用の砲弾としては、鉄鋼弾の他に、空砲も調達されています。訓練や演習時に使用できますし、90式戦車では、記念行事や模擬戦闘などで、空砲射撃はできませんでしたが、ヒトマル式戦車では、可能になりました。というのは、砲弾の装填に軽量化された、自動装填装置が装備され、砲塔内のベルト式球弾装置によって、球弾用ハッチから自動装填装置へ球弾される仕組みになっているからです。弾薬を砲塔内で保持する機構波90式戦車では爪型でしたが、ヒト丸式戦車では筒型になったので、装填中の砲弾の挙動が安定し、未舗装の悪路を走行しながらでも、装填安定性が向上し、装填スピードが上がることになったのです。副武装として、砲塔上面の車長用潜望鏡上部に、旋回式の 12.7mm 重機関銃 M2 と、主砲と同軸に、74式車載 7.62mm 機関銃を備えました。ヒトマル式戦車の装甲には、正面に複合装甲が採用され、その他の防弾板には、結晶粒微細化鋼板と呼ばれる鋼板を採用し、増加装甲も含めて高い防御力を維持しつつ、軽量化が図られたということです。いいことずくめのヒトマル式戦車に思えますが、世界の動きは恐ろしく速くなっています。
いずれ一マルシ機戦車以上の戦車も登場するのでしょう。競争は終わりがありませんね。